エルモンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。モンモランシー・ダニの中心部に位置する。パリの北西約15マイルの地点にある。ロベール・ビチュ広場とスターリングラード通り1920年代の、エルモンの市場エルモンという地名は、ガロローマ時代の地名エルメドンに由来する。新石器時代にモンモランシー・ダニ及びエルモンの地に、 人が定住したと考えられている。ガロローマ時代、ルテティアから、リール・ボンヌへ向かうローマ街道に面して、村はあったが、3世紀後半のゲルマン人信仰で、破壊されて4世紀に復興した後、メロビング町時代の6世紀から7世紀にかけて、繁栄した。9世紀、サンドニ修道院は、ルミドニスという村の存在を記している。そして、キリスト教の教会は、 メロビング町時代のネクロポリスの上に建てられていた。その後、村はオルモンとなり、13世紀以降にエルモンとなった。エルモンのセルネ地区は、かつて西洋ハネ騎士団のコマンドリーがあった。これに依存する形で、エルモンは成長していった。その他にも、宗教的共同体が存在しており、最初は13世紀にやってきた、テンプル騎士団。 その後にサン・ビクトル・ドーパリ修道院、ルアンのセレスタン修道会、ボアイ・コール・サンペール小修道院があった。しかし、村の人口は1471年に40人を超えていなかった。教会の周りに人々が集まって暮らす農村は1358年にジャックリーの乱であれ、百年戦争ではイングランドの遠征軍に侵略された。16世紀に、 フランスの小修道院長代表がエルモン領主となった。1648年と1652年にはフロンドの乱で村は破壊された。18世紀に野菜、穀物、林業が盛んになる以前農業の中心はワイン用ブドウ栽培だった。19世紀に鉄道が敷かれて重要な鉄道ジャンクションができたため急速な都市化が始まった。 ついに20世紀にはパリ郊外の都市となり、次第に都市化に押されて農地は消滅していった。LO 駅、セルネー駅、L イコールアルト駅、グロノワイイコールサンプリ駅の周辺は無計画に作られた住宅地となっている。ありがとうございます。